毎度いつもありがとうございます。ヒシーです。殺傷数にカウントされない、殺し方というのがあるんですね。それを、ちょっと見ていただこうかなと思います。どうぞ。はい、やっていきましょう。で、まあ殺傷数にカウントされない殺し方っていうのはたくさんあります。まあいろいろ紹介していきますね。で、普通に攻略するんで、まあノーキルでクリアするみたいな、動画にはなっていくと思います。で、よっしゃーいこれもいきなりやらかしましたけどね。これも殺傷数に入りません。なんでかわかんないですけどね。おそらく、ちょっと待ってくださいね。こいつだけちょっと眠らせます。よいしょ。おそらくなんですけども、あれまあ CQC ですよね。 CQC でぶっ飛ばしただけなんで、まあビッグボスからすれば、僕はぶっ飛ばしただけですよと。その結果高いとこから落ちて、死んだ分に関しては私は知りませんと、そういうことなんやと思います。なのであれはさっきのやつは、殺傷数には含まれないということなんでしょう。はい、で次こいつ1、2、3発ぐらいいっとくかな。もう1発いるかな。もう1発、もう1発、4発、今当たったのは4発ですけども、の、ぶっ倒れましたよね。すごい苦しんでます。瀕死の状態になるんですね、あの4発ぐらい打ち込んだら。この状態でほっといたらどうなるかっていうと、まあ、ちょっとみもうちょっと見守っときましょうかね。大丈夫、ごめんな、堪忍やで、ごめんな。あー残念。まあこうやってお亡くなりになるわけなんですけども、これも実は殺傷数には含まれません。僕撃ってた時はあの生きとったけどねみたいな言い分でしょうね多分でそんな、まあ結局こいつは衰弱死っていう死因なんで、僕は殺してませんっていうことなんでしょうね。おい、で今何発も撃ちましたよね。こんな風に、ホールドアップして伏せろってこう今伏せてるやついますよね。こいつに一発だけ撃ってみましょうか。おい、結局一緒の状態になるんですよね。瀕死の状態になります。無力化してこうやって伏せろってやったやつはもう一撃で瀕死の状態になります。あいつもまたほっといたら、死んじゃうんですけども、殺傷数には含まれません。ほい、で次こいつ寝てるやつ、眠ってるやつはどうか。一発撃ちますね。ほい、なんか撃たれてるわ。ほい、もう普通に起きるだけなんですよね、寝てるやつは。なんか行ったって感じで起きるんでしょうね多分。で一発撃つと瀕死になります。この状態まあ一緒ですよね。このままほっといたら死んじゃいますし、これはキル数には含まれないという、そういうことになりますね。はい、じゃあ次行きましょうか。あ、ほんでね、崖から落ちたやついますよね。あれ崖最初ね、崖から落ちたらだけ、崖から落ちたやつだけかなと思ってたんですよ。マップの外やからキル数にカウントされないのかなと思ってたんですけども、そういうわけではなさそうで、ちょっと待ってくださいね。これちょっと眠らしちゃいましょうか。ちょっとこいつでちょっと実験したいと思いますけども、
で普通にマップ内で投げて殺しちゃいましょうかね。これも別に僕投げただけやけどねで死んじゃいましたよね。これも実はキル数には含まれません。そういうことになっております。今んとこノーキルです。こんだけやっといてなんですが、殺傷数には含まれておりません。ほいほいよほい。いい、寝といてもらいましょうかね。オッケー、ちょっといろいろ準備しますね。で、どないしたろうかな、これちょっと目立たんところでやりたいな。ういスナイパーライフルね、おまけ武器ですけどね、これクリア得点武器取っときましたけども、これは一撃で瀕死になります。ほい、二人まとめて瀕死になった感じですね。で、端末にターゲットの写真を送ってある。確認してくれ。あ、ミスった。当たらんかったな。これはキルやね。弱らすだけにしたかったんですけど、ちょっと殺しちゃった感じですね。なので今のところこれ殺傷数1ですね。ほんで失敗したな、ちょっと目を殺してしまいました。あれ死なんと思ってんけどな。おい、でこのドラム缶の爆風、はい、これ今この人死にましたよね、爆風に巻き込まれて。これも実はノーキルです。これはメタルギアソリッドの3とかもそんなんちゃう。あ、今目が死に、あ、目ちゃうわ、指か、指が死にましたね。でこれね、おそらくドラム缶撃っただけで巻き込まれたこいつは知りませんよっていう、僕殺したんちゃいますぜっていうことなんやと思いますわ。それで、あれは殺傷数に含まれないということになりますね。あー、指殺してしまったな。あ、指ちゃうわ、目か。殺傷数1ですわ今のところ。なんかいろいろできへんかな。もうちょっとスナイパーライフルでやっときたいですね。これは、ノーキル扱いになりますね。もうおらんかな。これはヘッドショット決めてまいっすよね。手頃な
手頃な人いないかな。おいこれも、この人が死んだところでキル扱いにはならないですね。まあこんなもんかな。あ、おい、え？もうええわ、帰ろう。なので、警戒態勢1の殺傷数1かな、そういう結果になってるはずです。ほんまはノーキルで終わりたかったのにな、ミスっちゃっましたからね。期待以上だろね、なってますよね。警戒態勢一発の殺傷数が、1、殺傷数ほんまは0ですよこれ。目ね、目を撃ち殺してしまいましたんで、ほんまはあれ肩かなんかに当てて、痛いよ痛いよの瀕死の状態にしたかったんですけどね。その状態で目が死んでくれてたら、ゼロになってましたね。ってな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。殺傷数にカウントされない殺し方ということで、やってきましたけどね。まあね、結構意外にキル数に殺傷数に含まれないんやなっていうのがあったかと思うんですけどね。ああいう感じでやれば、ノーキルでクリアできるっていう感じですね。で、まあ、これちょっと今おまけですね。逆にこんな殺し方もあるよみたいなね、まあ、これは殺傷数に含まれますけどね。殺傷数に含まれない、殺し方ではなくてですね、こう蹴ってるとね死ぬんですよ。ギャフーン言うて死にますわ。お疲れさん。はい、なもう普通に終わりましょうか。ターゲットダウン。よし、相棒も早く地獄で合わせてやれ。相棒がここにいます。4かな、4ぐらいに合わせて撃つとヘッドショット決められます。さあ帰ろう。よし、目的は達成した。脱出するんだ。エリベリの瞬間、リクロベーション展開へ向かえ。そいそいそい。あれ？ダサい。はい。てな感じです。ではではまたお会いいたしましょう。さよなら。